この放送はラジオフチューズで放送している広報ラジオ番組国分寺配信中6月放送のダイジェスト版です。内容は男女共同参画習慣についてです。この番組はですね、国分寺市役所職員の手で国分寺市の情報をお届けする番組です。はい、そしてですね、今月もゲストをお招きしてお届けします。いろいろなお話を聞いていきましょう。それでは今日も元気にスタートしましょう。次に行きますよ。はい、国分寺配信中スタートです。今月はですね、23日から29日に男女共同参画週間という期間がありまして、まあ、なかなか皆さん馴染みがないかもしれませんので、どんな取り組みなのかお話できたらと思っております。はい、この男女共同参画週間というのは、男女共同参画社会の実現を目指して啓発活動をする週間ということなんですけれども、この男女共同参画社会というのはそもそもどんな社会かといいますと、男性も女性も意欲に応じてあらゆる分野で活躍できる社会のことを言うんですよね。今日はそのための取り組みなどについてお話をゲストの方にお伺いしたいと思います。じゃあオサフゲストの紹介をお願いします。はい、それではゲストの方々をご紹介いたします。人権平和課のナオキングさんとサバンナさんです。よろしくお願いいたします。ナオキングです。よろしくお願いします。サバンナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ナオキングさんとサバンナさんは人権平和課という課でお仕事されているということなんですが、普段どんなお仕事をされているんでしょうか。はい、人権平和課では多岐にわたる仕事をしています。一つ目は課の名前の通り人権と平和です。昨年12月に国分寺市は全ての人を大切にする街宣言という宣言をしました。これは全ての人がいかなる理由による差別を受けずに個人として尊重され、互いに認め合える社会を実現できるための取り組みをしています。次に多文化共生です。これは何かというと、国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的な違いを認め合いながら地域で共に生きていくことを言います。人権平和課ではその推進をしています。そして今回詳しくお話しする部分ですが、男女平等の推進です。これ以外にも姉妹都市、友好都市との交流や犯罪被害者支援なども行っています。ナオキングさんとサバンナさんはこの男女平等の推進を担当しているわけなんですね。今月は23日から29日が男女共同参画週間ということなんですが、そもそもこれはどうしてこの時期にこういう週間が設けられているんでしょうか。これはですね、今から20年以上前になります平成11年6月にですね、男女共同参画社会基本法という法律ができたのを機にですね、内閣府が毎年この6月23日から29日をこれを啓発する習慣としてキャッチフレーズの募集なんかも行っています。どんなキャッチフレーズなのか紹介してもらえますか。はい、令和4年度のキャッチフレーズは、あなたらしいを築く新しい社会へというキャッチフレーズで、17歳の若い方からの応募のものが採用されたんですよ。へえ、すごいですね。17歳、セブンティーンですよ。そうです。スイニーの17歳なんかどんな感じだったんでしょうね。いやー、ちょっと考えられないですね。そうです ね、若い世代の人たちがこういう社会の取り組みにね、興味を持ってもらえるような活動ってとっても大切なことですよね。そうですよね。まあ、国分寺市独自でもね、この習慣に合わせて何か啓発活動なんかしてるんですかね。はい、毎年ですね、この習慣に合わせて国分寺市の取り組みを紹介するパネル展示をしています。はい、場所はですね、国分寺プラザリオンホールの前の通路で6月23日から29日までやっています。はい、皆さん足を運んでみてくださいね。この習慣以外にもいろいろな取り組みもされてるんですよね。そうなんです。光プラザの2階に男女平等推進センターというのを運営してまして、男女平等の学習や交流の機会を提供することを目的としている施設なんです。年間通じて講座の開催や図書の貸し出し、相談の受付などを行っています。ではサバンナさん、今年度はどんな講座があるのか、いくつか紹介してもらえますか。はい、今年度は9月頃、防災週間に合わせた女性視線の防災をテーマとする講座や、10月の国際ガールズデー、11月の国際男性デー、
同じく11月の女性に対する暴力をなくす運動、3月の国際女性デーなどに合わせ講座やパネル展示を行う予定です。詳細は司法市ホームページや人権平和課のツイッターをご確認ください。司法ホームページでご案内していくということですので、ぜひご覧いただいてお申し込みをお待ちしております。啓発活動や講座なんかも大事だと思いますけども、実際困っている方々が相談できる窓口もあるんですよね。はい、男女平等推進センターでは様々な相談を受け付けています。弁護士の先生がお話を伺う女性法律相談や、カウンセラーの先生がお話を伺う女性のためのカウンセリング、女性相談員がお話を伺う女性の悩み事相談、また地域の人権擁護員がお話を伺う身近な人権相談、性的指向・性自認についてのお話をお伺いする虹色相談など、たくさん相談窓口がありますので、どんな悩みだったらどこに相談すればいいのかというところはお気軽にお問い合わせいただければと思います。はい、毎月1日号の司法に相談窓口の日程がですね載っていますので、そちらもぜひご覧ください。本日のゲストは人権平和課のナオキングさんとサバンナさんでした。ありがとうございました。